対策スクール SLC がお送りする英文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたします <noise> さあ正解は、まあ、C か D ですよねじゃあ A とか B とかはなぜダメなのかもちろんどの選択肢を選んでいただいてもハンドル 動動動詞詞詞が使われておりますので自動詞なののでななかか他動詞なのか扱ったよなにょということですので「他動詞」で後ろに目的語があるのかなって見てみると後ろは副詞つまり目的語がないんですねで他動詞の後ろに目的語がなければ受動態にするその原則を当てはめると正解は D ですねで本日はいつも皆さんにお伝えしているこの情報 たどうしの後ろに目的を言わなければ受動態にする。それで一発で選べる問題を持ってきたのは、この空襲の右側、福祉だね。と判断した Harshly。この意味を覚えていただきたく、本日この問題を採用いたしました。Harshly。パッと意味がわかる方はいいんですが、ご覧いただいている視聴者の半分以上がパッと言えない。まあ、それを普段の授業を通して感じるんで、この動画を機会に覚えていただきましょう。で、下をご覧ください。 副詞ではなく形容詞に書き換えたのは理由があるんですが、まあ、それは後でお伝えするとして、形容詞の harsh。厳しい。で、これを覚えましょうね。と言っても、あまり馴染みがない方には、えー、先生、厳しいです。と言われそうなので、イメージをご紹介します。harsh。ここにある単語が隠れているのは気づいてますか、まあ、どっちかというと、出だしの har。そうです。ハードですね。このハードのイメージを当てはめていただけると、 ハッシュ、厳しい。なんとか定着するんではなかろうか。ということで参考なさっていただけるとよろしいかと思います。であとはみんなが確認いたしますので、文章をご覧ください。抗議運動の組織者たち。その人たちは言ってます。で、なんて言ってるかっていうと、1行目から2行目。かなり穏やかです。でもし、あまり厳しく扱われなければ、かなり穏やかですよ。と言っている。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。 さあ復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。であとは画面の右側ですね。皆さんの指なので隠していただいて。で、丸一番に入る語く。それをすらすら言えるよう活用なさっていただけます。幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。